今日こうあのマイペースのあれが来るからさ、しょうがない A 型だから。いや、A 型マイペースじゃないでしょ。 A 型は人に気を使うんでしょ。 B 型のマイペースとかは分かるけど、だから小暮がさ、グリップをさね、今までさ、うん、ね、何百本何千本取り替えてきたか分かんないよ。分かんないね。ね、うん、ね、うん、新しいシャフトのグリップ刺すのはあれほど簡単ものはね、あのテープ貼って入れるだけだから一番最悪の交換。これ見て、これそんなの100も承知だよ。これ外すの俺も 何万本ってやってきてるよ、ね、それは親指の爪とこの間が裂けるかと思うぐらいだぞお前。お前これもう遅いっつうの、もう前からだっつうの。これをこうやってこうずーっとこうやって、小暮はあのドライヤーでさ吸って取るけど、これ普通の家はドライヤーないからね。これ地道に手でこうやってこうやって、うん、ちょっとずつこう。いやだからね、この螺旋巻きっていうのはね、もうほんと取りづらいんだよね。これ言ってやれよ。いやでもね、それはね好みだから。でも工場で作るやつは螺旋巻きじゃないからね。おばちゃんはあのでっかいテープ1枚ベロだから。今そういうの多いですよね、螺旋巻き。まあ一種のあのこれはあの技だからな、螺旋巻きは。1本お願いします。1本だけやってくれよ。これなんでだよ。俺に何かあるの。だからどんだけ大変かちょっとやってくれ。レッスンするの、フェル打てるレッスンするの。散々教えてんだろよ。散々いいスイング、またダメになってた。いやいや大丈夫よ、スイングはダメ。ダメになってないよ。あんだけいいスイングしていて、いやあのドローしか出ない。最悪。しかしまたこれ取りづらいわ。ダメだったな。これ最悪だったな。いやいやいや、文句言うなよ。お前それでお前カーボンこあれやるなよ。こんなんでならないよ。焦がすなよ。焦げないよ。危ねえなお前。危なくないよ。ジャブさんのどれだけやってきたか。カーボン、ジャブさんカーボンしか使わないんだよ。俺はそれやったら絶対カーボン食にゃーってなる。間違いなく、だって間違いなくここカーボンのドライバー俺交換するときここやるじゃん。半端じゃない。こっからこっから食にゃーってなっちゃうから。お客さんの食にゃーってなっちゃったから、あやっちったっつって切ったよ。どこ行って。クニョンってな、あんだけさあのずーっと温めてたらクニョンってなりやがって、お前溶けやがって、あの大勢が。しかし最悪だねこれ。次から大丈夫です、これで。この紙え次から大丈夫です。そう、次から。ちょっと言っとくよ、エリートの箱田さんに。箱田さん、この螺旋巻きは取りづらいっす。次からもうペロでお願いします。次の青いグリップお願いしますね、箱田さん。うちのチャンネルで業務連絡しないでくれる。うちのチャンネルで業務。今年シニア17試合らしいです、うん、あ、そんなの。そう、17試合なんて試合聞いてねえからさ。今考えれば去年よかった、予選会、あのもう今週だからね。あ、最終予選、うん、予選会かない。よかった、よかった。最悪これ、どんだけ来たらかんないから。いいね、これ。いいね、ちょうどいいよ。ちょうどいい、ちょっとこれ一本これやんの汗びっちょりだよ俺。コーヒー、汗びっちょり。暑いですね、確かに。え？じゃあ、ちょっと蒸してます。暑い、今日19度。ジャムさん、ゴルフやんないの？え？まだやんないの？あったかな？
一郎が一番上なんだぞ。えコロナ。いや、あんたが一番。バカ、俺は昨日も抗原検査してるし。いや、知ってるよ。見たよ。インスタ見たよ。いや、うちにあるやつさ、あのジュニアだったのやるときに、セレクションやるときに全部やらした、抗原切ったの、切ってやってた。はいはい、今週はジャンボ店に行くから。そう、これ。検査しとくみたいなさ。ストーリー上げてんのよ。上げてんのよ。うわ、来るなこれは、と思って。お前はあのジャンガチャンネルで、お前、俺のこと呼ぶとき、マモくん、マモくんつうから、みんなマモくん、マモくんだろ。ふざけんじゃねえよ、おい。何よ、あのプロ、マモくんって。マモくんって呼ばれるの、宮下しかいないからっつって。はい、そうです、ね。昔のジャンボ亭の人はでも、マモくん。ああ、そうだね。しきちゃんとかさ、うん。だって昔一緒に住んでんだからさ。マモくんでしょ。まあ、それから周りが、マモくん、これマモくん、そうか、マモくんって人いないんだよ。いないよ。それでみんな大笑いしてるよ。何マモくんって。もういいじゃん、マモくんにしちゃいなよ。一緒のアパート住んでたんで、そうだったんですか。マンションの部屋のさ、あれに住んでた。でもその頃あれですか、津田沼しょっちゅう2人で行ったんですか。いや、マモ君とはそんなに行ってない。まあ、俺はあれで、はい、キャッツの、はい、あの誰だっけ名前、宮下と同じやつだった。へぇー、ナナちゃん。だろ、それ俺じゃねえ。大悟のおっちゃんでしょ。あ、そうか。地下のな、よう言ってたよ。懐かしいな。そう、だから今そういう話いいかなと。で、同じ部屋でも、じゃあ別行動は別行動だった。全然別行動。俺は同じ部屋は、マクさんと、はい、ヒーさん、はい、ヒーさん、今最初の時はね。今じゃあもう、平野さんにあのクールクラブして全部クラブ作ってもらってる。今じゃもう平野さん様様だよ。このクラブとかそのパターとかも PXG のパター見て。入るの？いいよ。あの惚れるよ、顔見たら。かっこいいよ、ガンダム見たくて。あのモビルスーツみたい。大体グリップ の、はい、コード一緒ぐらい。あんま変わんない。カーッと俺ダッチしょ。あ、結構変わりましたね。こちら全部変わりました。あー、もうリンゴの缶。いや、皆さんもうあれだろ、リンゴの、リンゴの缶むきみたいにあれだろ。ねえ、皮むきの方が優しいよ。ゴーゴーし、アイアンだけはちょっと俺、握った方がいいや。そう、アイアン握った方がいいと思います。ね、はい、ちょっと見づらいね、見づらいというか、ちょっと、今までちょっとこう、ちょっとフック気味になってたから。あー、やっぱそうですか。やっぱこのコードがもう、ねじれてっからよ。ほら、やっぱアイアン。でもあれなんだな、星のマークがまっすぐだけど、はい、バックラインはちょっと、スライス気味なんだね。あれですね、大元をちょっとスライスしてるんで。ああ、じゃあ、はい、やっぱアイアンだけは握った方がいい。そうなんです、これだからこんな、そうなんですよね、うん、絶対やっぱ絶対アイアンは、まだあんの？あとだからこれでこれさ、小暮一人でやったら大変だよな。結構時間かかるときは、その撮るのに時間かかっちゃって。わかるよな。はい、この変なシールはいられにならへん。このシールも邪魔くせえな。ね、白いシール。いいね。
ていうの。ありがとうございます。おとめさんでもあれですね、あんまりスライスに入れてないって言ってたじゃないですか、うん、で僕1個入れて、うん、直して、あのさっきフックって言ったってことは、うん、結局スライスですよ。まあまあスライスですよ。今あのグリップ交換やってます。宮下に手伝ってもらった。マモ君じゃねえからね。マモ君マモ君のクラブをスーパー、日本一早いグリップ交換の名手、はい、小暮、お願いします。走ろう。ちょっとそれ何ですか。これ俺のインスタ。うわってなるあ、これ薄いな、グリップな。やっぱ高度によるんですよね。なあ、はい、いや気持ち悪かったらすぐ、うん、もうおさらさん、取るの簡単なんで、うん、気持ち悪かったらまた買いますよ、うん、中でね、まずこれ候補だね。OK、それから買える候補。全然違うよね、これね。そうなんですよ、だから僕も今なんでこれ適当に取って、うん、入れてますけどね、今入れたグリップなんですけど、コードがちょっとこれじゃあ薄いなっていう感じします。大体こんくらい、あの真っ白でコードで、こっちが薄いのでもう一回あの切ってもう一回変えたいと思います。画面上じゃ分からん。ビデオだな。えビデオ、いやビデオだよ。これもこれでマモ君の感覚でしょ。だってそう感覚。今のもあの何でもない。何今のも撮ってるって撮ってるって。そっちは編集すんだ。しない。え基本編集時間もあのめんどくさいからしない。最近あれだな、妥協してんな編集。でも毎日出さなきゃいけないからね。うん、お疲れ様でしたばっかだよ。今日のジャンボテーとか今日の昼ご飯ね、ああインスタね、うん、今日のお昼ごはん今日のジャンボテ。よし、そんな開いてないよ。あ開いてんなこれこれ開いてんな。すぐ開きすぎっすよ。これ開きすぎだよ。注文うっせんなぁマモ君は。スライスでしょマモ君。スライス、ちょっとスライスだけど、星がスライスなんだけど、あれ、バックラインは合ってんだ。なんでだろう。あれ、顔がね、こういうの違うんだよ。違うよね。だから顔見てる。だから、星の位置じゃないわ。星の位置、バラバラだもん。もう今も撮ってんだよ。ありがとうございます。Thank you, sir.違うんですって、このスピード、終わるあれ時間が。え？してもらうと。やっぱ、ちょっとこれ、こういうの入れない方がいいですね。かけないと、あんま気にならないですか。あ、じゃあもう、いっぱいあるんだから、違うの入れてもいいよ。そんなの。いっぱいあるんだ。いっぱいあるでしょ。そう気になし、気になし、いやいや、大体いいな、そう。さすがにこれは少ないと思ったね。少ないですね。うん、それ、だって今までと変わんねえもん、ちょっと。だってこれ売り物じゃなくて、これ失敗作だから、全部。そんなに言うね。ちょっと。ミニクラブの作り方はどう公表してないんだから。そう、今日だからとりあえずミニクラブ今日終了。マモミニクラブ800g 400g 作り方は公表してません。本当にどうしようもないね。マモ君だけはそれね、生徒さんにやらせんの。そうだよ。
これいいよ。あ、ちょっとこれ尺と効いてんな。長くない？大丈夫？で、今度練習場に台を持っていくから、台はどっかで買っていこう。あんな台ぐらいなんて、あそこで言ったらコメリーでも売ってんだよな、改造ホームからかな。改造日っすよな、僕の改造ホームで。まあ、台ガチャーンってやって、2階段に来てだから落とさないように一発で終わりだよね、うん、1階だから。うわ、これ重いわ、いいわ。まずここは抜けないのが で、あと蓋なんで、うん、蓋普通蓋してるんで穴が。あ、これが、はい、別にあと1週間ぐらいすれば取ってたり、そのままで、うん、800ちょいっていきます。こっちはちょっと軽いかもしれないな、まあ、そしたらあと、名前出る、名前ちょっと もうちょい動きしますか。いいよ、よかったです。俺はだってこんくらい、これよりちょっと軽いので見ねえ。俺左手これでも大丈夫、左手7ぐらいでちょうど。これでもこれやっぱアマチュアだったらこんくらいがいいか。いや、それはそうだ、左手一本なら打てないんだから基本。うちの生徒さんはみんな打てます。それやらしたからでしょ。みんな打てる、きれいにこうだよ、みんな。はいはい、固めて、はい固めて、はい、こっからここが距離感よ、ここだけ動かして、トン、ここだけ、これだけ、ここだけ、はい、トン、はい、トン。プチレッスン。今田さん結構声超えましたよ。今田さんの教えてる声が、声、はい、何をしてた。アプローチ、うん、アプローチ50ヤードぐらい。これ取らないでよ、うん、じゃあ終わりにしましょう。